はい、ということで今日はもう取り付けに協力助っ人来ました、なーちゃん。ででん、やりますよ。はい、今から先週打った生コンの型を、枠を先にバラします。そう、ということで今日はもう取り付けますよ。やっとモンができますよ。僕ら作業してるとね、結構いろんな人が入ってくるんで、ちょっと入ってこられちゃうんじゃ仕事にならないので、門をつけてる最中でございます。もともとうちにあった門をこっちに持ってきたんだね。結構立派な門ですよ。やっとつくよ。で、今日はこの片枠をね、こういうやつをこれ今片枠打って、ちょうどもう固まってるんで生コン打ってね、でこの枠で止めてるので、この枠をバラしていくという作業でございます。よし。じゃあそっちからバラしていきますか。行ってまいりますか。まずは何するの？これほどく。余計の。よいしょ。何を隠そう。あれ？なんこれ。私は元カタアクライクですから。なんかこれ。ちゃんと打っちゃうんかいの。ドリルがないとこれ。釘踏むね。気をつけね。で、あとはもう簡単ですよ。このね、枠を止めてるこいつをバラすだけ。これなんかこれ。ペンチがダメじゃん。こんな回るかね。手で回ろう。どうかい、手で回るよ。じゃん兄様。はい、完了。こんな感じです。ちょっと待ってください、はい、あの最強助っ人の永田君が、手元に回ってるんですけど、どういうことですか。やらせへんよ。私が親方じゃけんな。さあ、次こっちです。早いもんじゃん、そんなもん。お持ち着いてたよ、これ、あんた。あ、一人で行けなかった。どうかい。はい、終了。ドリルがいるわ。あ、ちょっと手元、ドリル持ってこい。よしよしよし。あ、張り付いたんだ。OK。 これもブロワーで。手作りで。よし。で、あとは埋め戻すと。埋め戻して埋め戻したら、もうつけて、もう一回サビを取って、サビ止めを塗って、黒に塗ると。ということで、どうでしょうか、先輩。最高です。OK。編集。
どう？いいじゃないですか。いけるんだよ。ほら、ほら、来ましたよ。で、あとはレベルを見て、ほんまに傾かないか、傾かないか。少々大丈夫やろ。うん。3年で持ってるくらいだ。あとは、ちょっと磨いてやね。錆を落として。で、あの黒のプライマーがあるけ。はい、あちょっと艶消しやけ、それ塗ろうか、はい、何年ぶりやろこれ復活したの。いつまでついてたっけ。うちのもんがやったのがいつだっけ。3年ぐらい。3年。レンガにしたのが去年じゃなかった。おととし。去年の1月に釣り部屋ができたっけ。その前にはできちゃったもんね。はい。2年ぐらい。2、3年ぶりにこれを使うことなんだ。いいんじゃない。何するんですか今から。今から門にペンキをぬりぬりしていきます。よし、これで最終ラウンドですね。あ、寒っ。今日やら寒いで。おお、いいじゃないの。どんぐらいかね。ストップお願いします。わからんよ、わしはペンキはじゃあるまいし。いいんじゃないの。まだこれでいってみます。まあ、硬ければまた、はい、あんまりやばいよりは硬い方がいいんじゃない。そうです。うん、寒いよこれ。また冬に逆戻りで、はい、それから春が来る言うたやつは、はい、いい。できました。門の格子の間に木を取り付けてみましたよ。あるとないじゃね全然違うんでね。さあ、これで立派な門になったということですよ。閉めてみようか。ほら、はい、こんな感じですよ。いい感じでしょ。ほら、出来上がりました。こちらですよ。あとはここに、ちょっとここ通り抜けれるんで、こう柵をね、まあ、つけたら完成かなと思っております。こっちも。よし。
しゃ、終了。ありがとうございました。キー、見て、桜が咲いてる。これ自然の桜ですね、山桜。すごいよね。OK、終了。